メタセコヤは、ヒノキかメタセコヤ族の落葉樹。一族一種。和名は、アケボノスギ、一位ヒノキ。和名のアケボノスギは、英名堂ネットウッドを訳したもの。口述のように、当初は日本を含む北半球で化石として発見されるのみで、絶滅した植物と考えられていたが、1946年に中国四川省で現存していることが確認された。 樹高は成長すると高さ25から30メートル、直径1.5メートルになる。葉は、揉みや根ずに似て、線のように細長く、長さはマイナス3センチメートル程度、幅は1から2ミリメートル程度で、鵜上に耐性。秋に赤茶色に紅葉した後、落葉する。私有同種で、夏季は2から3月。尾花は、創上過剰、あるいは、 塩水過剰となって枝から垂れ下がる。結実は多く、秋から冬にかけて、無数の種が地表に落ちる。メタセコイアの化石は、日本各地の新生代第三基層に見られ、カナダ北部、シベリアグリーンランドなど、北半球の北極周辺に広く分布していた。1939年に、日本の関西地方の第三基層で、上流種のセコイアに似た。 落葉樹の植物遺体が発見された。発見者のミキシュゲルによ、それまで発見されていた沼杉やセコイアと異なると考え、メタセコイア族を設けた。また、落葉樹であることも推定した。当初、化石として発見されたために絶滅した種とされていたが、1946年に南京大学の定番菌から北京の静岡生物研究所の小先のもとに送られた。 植物標本がミキ論文にあるメタセコイアであることが判明した。これは中国四川省美学統計村の水杉と呼ばれたもので生きている化石と呼ばれることも多い。1948年、アメリカのジェーニーが湖北省から苗を持ち帰り育成。その一部が1950年にミキが結成したメタセコイア保存会に送られ、保存会により、 日本国内の研究機関や自治体に配布された。牧野高原のメタセコイアナミキ1949年に日本政府と皇室がそれぞれメタセコイアの挿し木と種子を譲り受け、全国各地の公園、並木道、皇帝などに植えられている。愛媛県伊予市の市の木に指定されている。滋賀県高島市のメタセコイアナミキが日本紅葉の名所100選に選定されている。 種子は英国などの種苗会社からインターネット通販などで入手できる。種は直径2から3ミリメートルの炭鉱色のおがくず状で発芽率はあまり良くないが日本の気候にはよく愛生育は早い。ありがとうございます。